はい、どうも、UFO 高校です。今日は、夏の甲子園大会3回戦、やっていきたいと思います。1戦目、2戦目と、順調に勝ち進んでいった、我が校なんですけども、3回戦も、順調に勝ちに行くことができればというふうに思っております。夜なこでもいいんだけど、あ、米沢の。今日たくさんのお客さん、そして応援団が詰めかけて、甲子園大会3回戦、第2試合の模様をお届けいたします。一塁側、山本代表、米沢。米沢って内陸なんだよな。先行チーム、熱戦が続く甲子園球場、スタンドは今日も満員です。ご覧のスターティングオーダー、守備が非常に期待。バッターとランナー一塁という場面で、鉄ですね。濃いですね。ライトユーキャン。なんか、結構変化球系多くない今回。気のせいかな。ケンタさん。よし、行きますか。結構技巧派多いっす。完全にずらされた。あれ変化球厄介やな。意味がないね。意外なのか、福森5本が入ってんだよな。また難しい。これもさす、あれだよ、打ち損じって感じだよ。お、いいね。今日当たってんのね、日傘も。お、あー、もう一伸びないんか。先行チーム、ラオウもチャンスが続いています。さあ、チャンスが広がって鎌倉、行こうよ鎌倉、1点取り行こう。1球で空振りから、これも空振り。レッツゴー、レッツゴー、鎌倉投げました、打ちました。第4球を投げました。インコース引っ張り、ライン落ちる。落ちるの確認していたんや。先行チーム、なおもチャンスが続きます。第9投げました。弾き返した。これはいかんでいいか。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。第9投げました。ストライク。第2球アウトコースの空振り、少し意識しすぎたか。投球はこれから3球目、打った、引っ掛けない。おーっと、チーム送球、アウト、送球されたアウト、スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって2対0、先行チームこの回1点を加えています。この1点は大きいけどね。先行チームリードで迎える6回です。ツーアウトランナー1塁という場面で、バッターは3年生、リオ大砲、2番
今日はここまで3打数1安打1三振第9投げた打ちました。ファウル初球ファウル第2球2球目ストライク。カープ追い込まれています。第3球を投げた。あレフトレフトフライ飛距離は出ていません。取りました。これで3アウト。6回の表が終わって3対0先行チームこの回も1点を追加しています。またホームランが出たのか本当よう打つな。先行チームここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー1塁2塁という場面でバッターは3年生梶原。マウンド上ピッチャーは田口。さあここはゲッツー体制を取ります。田口は気持ちで負けんように。第2球投げた。ライナー取りました。当たりが良すぎた。ここも勝負どこですね。大きいカーブはね、非常に効果的ですね。さあ4球目打ちました。投げた。おお、いいね。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第9打った。あれをちょっとこう狙われるとって感じかな。第3球を投げました。そうね、あの感じを振らせたら面白いんだけどね。第4球を投げました。インドを際どい球を投げました。オッケー。カブのナイスバッティングです。先行チームなおピンチが続きます。第9投げました。あーしゃい。第2球投げた。わあ、そうそう、ワンバウンドするようなカーブ。第3球を投げた。引っ掛けだ。ショート一塁を送る。オッケー。クリーアウトチェンジ。田口ここまでランナーは出していますが無得点に抑えています。中盤まで終了しまして3対0です。なんとか6安打で踏みとどまってる。先行チームダメ押しのチャンスです。ノーアウトランナー2塁という場面でバッターは3年生川中。さあお祭り男の今日3の3かいいね川中。投げた。初球目送ってストライク。石川直也さんです。第2球まあ先行チームなおもチャンスが続いています。いやー石川行こっか今日は。代打石川。先行チーム追加点のチャンスを迎えています。さあお祭り石川対決だ。第9投げた。初球アウト。石川いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これで2アウトランナーは3塁変わりません。第9投げた。どう。第2球投げました。打ちました。今の真ん中やったっけな。ちょっと打ち損じがもったいない。ドロップカウントか。あれがやっぱ低めに決まるとね振らされるって感じで。引っ掛けだ。アウト。クリーアウトチェンジ。三塁ランナー石倉残塁に終わりました。8回の表が終わって3対0です。おお。ノーイチ。米沢大展開で迎える8回です。ノーアウト。3点やけまだまだ安心できねえんだよな。3年生キラ。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。投げました。初球空振り。チェンジアップに全くタイミングが合いません。あのチェンジアップ結構有効だよ。見送ってボール。第3球を投げました。打ちました。センターへ飛んでいった。小倉小倉キラもいいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。さあここはゲッツー体勢を取ります。これホームラン行ったら一気に振り出しだからね。浮かう、浮かうかできんよね。3点じゃやっぱ浮かうかできんですね。第3球を投げました。おいしい。追い込んでいます。第4球を行こう行こう行こう。
叩いた。あーまあ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 最低限最低限。ちょっとここでヒットが出ると、ここは中間守備を取りました。まあゲッツでいいんだけど。第2球投げた、2球でストライク。いやゲッツーで、ゲッツーでいきましょう。ここはゲッツーシフトを敷きます。ちょっと今チェンジアップでタイミングずらしたね。第4球を投げた、打ちました。まずい、もう危ねえ。これでツーアウト、ランナーは一塁三塁、変わりません。よかった、中前、ま、外野が違う、内野が前進してなかったのが幸いだった。第2球投げた、オッケー。見送ってストライク。第3球を投げました、打ち上げた、センター、センターの打球です。オッケー、レオゴ、スリーアウトチェンジ。2者残塁、粘ったね、赤羽、赤羽が先行チーム、ダメ押しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で、バッターは3年生、リオの大砲、2番。さあ、黄色い声援を背中に受けて、どんなバッティングを見せるのか。第9、見送ってストライク。第2球、投げました、弾き返した、ボールが投げ打ちるとこで、飛び抜きます。2番、ナイスバッティングです。先行チーム、なおもチャンスが続きます。さあ、お祭り男の本領を発揮することができるのか。第9、投げました、低め、ストライク。あれは触れとは言わんわ。あれ落ちるたま前に触れたらね、大したもんやから。投げました、いやー、1点欲しいよ、ここは。力負けしたね。スイングアウトの三振に倒れました。さあ、ここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。第9、スリットはボール、まずは対角高め、勝負のコース、いいねー、オッケー。どうだ、うわー、頭越えたね。オッケー、先行チーム、この回3点目、6対2。ワンアウトランナー2塁となりまして、石倉、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。第9、投げた、どう、はい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 、叩いた、セカンドから三塁送球、先行チーム、なおもチャンスが続きます。今日当たっている川中。第9、投げた、OK、まずは内角。さあ、次の投球、外角高めへ外れて、ボール。第3球、スライダー、タイミング合いません。はいはいはい、次は4球目、何だ、端っか、あー、詰まっとるね。これで3アウトになります。9回の表が終わって6対0、先行チームリードを6点としています。9回の裏、米沢攻撃に入ります。トップバッターは宮崎。じゃあ変えよっか。今日3番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。第9、投げました、外れた、ボール。第2球、投げました、見送った、ボール。第3球を投げました、打ち上げた、打った、キャッチャーが当たる、ファウルグラブでキャッチしています。バッ
もし負けんなよ、大西。第2球、投げました。打ちました。長谷行こうか。大西大番、マウンド上は長谷川、今日4人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。さあ、ここはゲッツー体制を取ります。うわー、いいね。中継、宮本、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。さあ、ここはゲッツーシフトを。はしゃい。初球空振りから貧乏際どいパス。 OKOK。 第3球を投げた。あー、頼む頼むよ。行け長谷川。あ、ライト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 。振り当てていません。 OKOKOK。 3の岩本か。勝利まであと少ない。ラストラスト、行こう栗原。第9投げた、引っ掛けた。さあ、と締めました。アウト。お疲れ。先行チーム3回戦を見事勝利しました。夏の甲子園大会3回戦を見事勝利しました。ありがとうございました。よし、3回戦はレフ OK です。あざーす。うわ、戻った、やった、オッケー、やっと戻ったよ。さあ、メモにも無事に戻りましたんで、次は準々決勝頑張っていきましょう。それでは今日の動画はここまで、ありがとうございました。